はい今回は占いがなぜ当たるのかとまあこのような内容についてですね考えてお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますまああの最初にお伝えしますがまあ、僕の解釈なんでねあの、まあご参考にしていただけるものが、えー、あればと思いますもちろんですね、えー、解釈といってもあのねでたらめとか適当なことを言うわけではなく、えー、まあ、きちんと、まあ、こうこうこういったことっていうことをね、えー、まあ、お伝えしていきます。 まずあの、まあ、占いはまあ結論というか、まあ、何なのかというと。 占いっていうのは誰にでも当てはまることを言っている。まあそれだけなんですよ。うん、まあそれ言ったら終わりじゃないかっていう話なんですけど。うん、で、えー、もちろんですね、信じるか信じないかっていうのは、それその人それぞれで、あの信じることをね、えー、まあいいとか悪いとか、信じないことをいいとか悪いとか、そんなことは別に全く言わないんですよ。単純にあの占いっていうのは裏にか,あのからくりがあの隠れてますよっていうようなこと。で、まあ、そのからくりっていうのは誰にでも,、まあ、誰にでも当てはまる、まあ、もっと言えば多くの人に当てはまる、まあ、そういうことをまあ言ってるだけみたいな。 そういった話ね、まあ、それをお伝えしていきます。で 真剣な話なんですけど、占いでは当てられるものと当てられないものっていうものがあるんですよ。だから、何を当てられるのかっていうこと、と何を当てられないのかっていうことなんですが、占いで当てられるものっていうのは、性格とか心理、そういったものが当てられるんですよ。当てられないこと、当てられないものは名前なんですね。例えば、占いを見てもらう人とか、そういった人相談者っていうんですか、その人の名前は当てることができない。 というとあの根拠のないことを言っているからです。ま、う、あ、ん、<laughs> ねあんまりこういう話するとね何なのかなと思われてしまうかもしれないんですが、これがあのまあこの占いっていうものに隠れてるあの裏側にあるあの構造なんですよ。一瞬にしてこの話が終わってしまうんですけどね。ね、うん、あのまああの根拠のないものをまあ、言ってるんですが、それがですね大多数っていうか多数に当てはまるかあるいはですね全くそういったものを、えー、なんていうのかな。えー まなにも,もあの、まあ、言うことができないな名前っていうのは当てられることができないんですよ。うん、でなんで、えー、性格とか心理っていうものはまあ、当てられるっていうか、えー、まあ、そうなのかなっていう話なんですが性格とか心理っていう話はね、えー、その、まあ、多くの人がこう思ってるっていうまあ、要するに錯,錯覚ですね錯覚をまあ誘発するそういうことがまあできるからっていうそういった話なんですよ真面目にね。うんで 一体何なのかっていうこととかねあの、占いは誰にでも当てはまることって、じゃあ何なのかなってかって思われるじゃないですか。で、あのまあ、その抽象的な話もそうですけど、例えばね、その皆さんが、まあ、見られて、雑誌とかでね、あの裏の方にあって占いを見てね、あ、これは当たってる、私のことを言っている、僕のことを言っていると思う、あ、これはすごい当たってるとかって思うかもしれないんですが、さっき言いましたけど、まあ、誰にでも当てはまることを言っているだけの話、多くの人に最大、えー、公約数の人に 当ててはまるる話を言ってるだけの話で、えー、その内容がえ自分に、えー、ことであると当たってるっていこれ錯覚なんですよ。うん、だ錯覚してるってことです。いかにしてこの錯覚するかっていう、そういった話なんでね、あの占いの,、まあその裏側にあるもの。で、さっき僕言いましたけど、名前っていうのは当てられませんよって言いましたね。 性格とか心理っていうものは、えー、当てられるんですよっていうことで、えー、これはちょっと僕の予想ですよ、うん、まあ予想が入るんでこれはちょっとわからないんですけどその占いのねその雑誌の裏とかに出てるものっていうのはおそらく、まあ、そういったものを見る人の心理も、えー、考慮されてると思うんですよまあまあそこはどうかわからないけどではね、うん、じゃああのー <laughs> あの誰にでも当てはまること、あるいはですね大多数の人に当てはまること、なんだっていうことでね、ね、えー、それを考えていきます。例えば、皆さん、まあ、じゃあ僕が、えーまあ、これを、えー、提示したとして、皆さんはどう思われるかなっていう話なんですけど、まあ、いくつかね、えー、お伝えしていきますね。この、まあなたの性格、あなたの心理はこうじゃないですかって、占いみたいなね、そういうので、例えば、明るいとかね、楽しいことが好き、寂しがり屋、傷つきやすい。 落ち込みやすいロマンチスト現実的まあそういった、えー、まあことが例えばまあいくつでもこういうことがまあ、全部でなくてもいいんですがこういった例えば例ですけどものが書かれていたりしますでこの僕が今お伝えしたこのや内容ってあるじゃないですかこれっていうのは大多数の人に当てはまるんですよ大多数の人に当てはまる内容なんですよでそれを示しているまあだけっていうか、うん、それだけなんですよね、うん、で こういった話を僕がするとですね、まあ、一般人なんで、エアーもすると説得力、根拠に欠けるかもしれません。では、このようなことを、まあ、もうちょっときちっとした言い方をすると、こういうことになるんですよ。占いの裏側に隠れているものはこういうことです。一般的な性格を表す,表す内容を自分の性格だと捉えてしまう心理のことをバーナム効果と言います。 だこれっていうのは、えー、勘違いっていうことです。まあ、勘違いっていうか、えーまあ、その自分のことであるっていうことを、えーまあまあ、勝手にって言ったら失礼ですが勝手にそういうふうに思うで、このね、うん、っていうことなんですよ。で、このバーナム効果っていうのは初めて聞かれるかもしれないんで、えー、もうちょっとね、まあ、どういうことなのかなっていうことでお伝えさせていただくと、そのバーナム効果っていうのは1956年、アメリカの心理学者ポール・ミールが名付けたものです。で、このバーナム効果の名前っていうのは、工業誌の フィニアス・テイラー・バーナムから来ているということですで。このフィニアス・テイラー・バーナムがです、ねえーまあ、言った言葉なんですが、誰にでも当てはまる、そういったことを言ったんで、その誰にでも当てはまること、つまりバーナム効果、そのバーナム効果を占いに、えー、裏側で使っている、利用しているというそういった話、人間の心理を巧みにあの分かった上でやっているた、ただそれだけなんですよ。うん、ただそれだけという話です。それが占いということです。 で、えー、別にこの悪く言うとかね、そんな話じゃないし、まあその信じる、信じないは人それぞれなんでね、まあいいと思うんですよ。もういいと思うんです、まあ僕は信じないですけどね。うんで この占いっていうのは誰にでも当てはまる、えーまあ、ことを言ってるんでその、そういったことを見るってですね、自分に効果があるっていう、いかにこの勘違いをするって、そういったあの話なんですよ。さっき言いましたけど、バーナム効果っていうものをまあ利用して、その人間の勘違いをまあ誘発する、うん、っていう話なんですよ。で、もっとこのことに深く、えー、考えていくと、まあ、僕も皆さんも、まあまあ、リスナーさはそうでもないと思うし、まあ、僕もそうでもないんですけど、占いとかは信じませんからね、僕は。あのまあ、この世ののの中っていいうのは目に見えないものとかそういった いったものがあるっていうのは思いますけど、占いっていうものは信じないです。で、占いはどこでどういうことをまあ。 あのー、まあ、思ってるっていうか、ねえー、まあ、その見る人を何、まあ、て言うのかな、見る人に対して、えー、まあ、そういう考えをしてるのかっていうと、人間の多くっていうのは決まってるんですよ、ある程度ね。人間の多くっていうのは何かっていうと、まあ、似たような、あるいは同じような希望、あるいはですね、似たような、同じような悩みを持ってるんですよ。だから、その似たような、似た、似てる、あるいは同じような希望や悩みに訴えかけることを言うと、あのあ私のことを言ってる、僕のことを言ってるっていう、そういった、まあ、 人間のの心理がまあ,あの発動すするんですよねだからあのまあ勘違いです勘違いっていうかだからこのね自分のことを言われてるんじゃないかっていうことの勘違いっていうのがこの占いの、えーまあ、裏側にあるんですよただあの占いってをね信じてああこうなのかなって言ってこう精神的に平穏を保つんであれば別にそれはそれでまあ信,信じるのはいいと思うんですよただ僕はあの占いっていうのは信じないんでねだからこの今今回お伝えしたようにね まあこういったあの裏側からくりがわかるとですねまあちょっとまあ,あのまあおかしいなと思いますしねえでその何て言うのかな うんその占いを例えば見る人、読む人が100人いたとするじゃないですか。で、90人は例えば当たるんですよ、そういった話で。で、10人は当たらないんですよ。だから90%が当たって10、10%が当たらないと。で、その90%っていうのはその、ね、えー、あの当たる、このバーナム効果、誰にでも当てはまることをまあ言って、それに、えーまあ、あのそう思ったっていうだ、ただそれだけの話なんですよ。で、この占いの僕が話した法則っていうのは、そすべてのことには当てはまらないかもしれないし。 全部には当てはまらないかもしれないですね。逆に言うとこの考え方っていうのは9割方当てはまるんですよほとんどあの9割近くにこの考え方が当てはまると思うんで,では皆様があの占いに関して、えー、もし見られることがあ,のありましたら、えー、今回お伝えさせていただいた話をまあ参考にっていうか、まあ、していただいて。 まあのまあ、思っていただければ、えー、と思います。まあ,あのいつも聞いていただいてるんで、まあ、ちょっとちょっとでもね、えー、何かしらお役に立てる、えー、まあ、ことはないかと思いまして、えー、今回はこの占いの話についてね、えー、まあ、お伝ええー、してみました。うん、まと、あ、いうことで、えー、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。